MLB パドレス6月4日ジャイアンツ、日本時間29日、ペトコパーク。パドレスの松井裕樹、28、が本拠地開幕戦でリリーフ登板し、メジャー初勝利を手にした。この日は1回2月3日、20球、お投げ、無安打無失点。日本人投手で今季初勝利、一番乗り、となった。試合後のインタビューでは、僕は何もしてないですけど、前のランナーを返す結果になったのでちょっと申し訳ないですね。チームが勝てたことは嬉しいです、と反省しつつも本拠地デビューを喜んだ。この日は 2-2 の同点で迎えた7回、1-1、3塁と厳しい場面で4番手として登場。自身の冒頭でいきなりに3塁のピンチを招くと、1番、李成功、イ・ジョンフの儀比で普通3と勝ち越しを許した。彼、李はミート力のあるバッターなので、なんとか内野フライか浅い外野フライでタッチアップを許したくなかったんで。ちょっと悔しい結果になりましたけど、同地区なので何回も対戦あると思うので、同じような場面で今度はタッチアップの打球を打たれないようにしたい、と勝ち越しされたシーンを悔やんだ。だがこの直後、打線が奮起して6-3と逆転し、松井は回をまたいで8回も続投。間が長かったんでちょっと行ったり来たりして、何していいかわからなかったんですけど、味方が逆転してくれたのでちょっとアドレナリンというかエナジーが自分の中ですごく湧いてきた。最後は球数かかりましたけど3人で追われてよかったです、と三者凡退で切り抜けた8回を振り返った。開幕3試合目での初勝利に、中継ぎなんであんまりないですけど、先発ピッチャーに勝ちがつくというのがリリーフにとって一番嬉しいことなんで、いただきものというか、そういう感じです、と話した。さらにインタビューの途中で場所を少し移動すると、耳を触りながら、耳の中に、ケチャップ残ってるわまだ、わら。ケチャップかけられた？はい、セレブレーションでしてもらいました、わら、と明かし、試合後に勝利投手の、お祝い、としてケチャップをかけられたという。いろいろすごいことになりました。目を開けてられなかったです、わら。ボールは、もらいました。と最後は笑顔を見せた。この日はダルビッシュ有、37、が先発。5回3分の0、78球、お投げ、5安打1失点の好投。打線が5回に逆転し勝利投手の権利を得て降板するが、その後、同点に追いつかれ白星はお預けに。4番手の松井は勝ち越しを許すも、直後に再び打線が逆転に成功。好機をつかみメジャー初白星を飾った。